皆さん、こんにちは。かなねえです。はい。今日はロードトゥキングダム、エースオブエースの第3話が配信されましたので、えー、感想動画をげていきたいと思います。今回が、えー、第1ラウンドの VS ミッションの後半戦、えー、トリプル対戦になりますね。はい。 えー、ルールの概要こんな感じです。はい。前回と変わらずですね。えー、対戦勝利チームは、まあ、ベネ1000点がもらえるということで、今回は3チームの中から1チームだけベネ1000点が与えられるということになってます。はい。で、優勝チームは、えー、第2ラウンドの、えー、9シートの権利が得られるということが今回、また新たに分かりましたね。はい。で、対決なんですけど、こんな感じですね。えー、下の方ですね。えー、NCT、 と、え the、ー、boys と t by t の決戦になります。えぇ、ー、ワナスとザクルワンとクレビティーの対決となりました。はい。で、えっ、ー、と、ワナスが一番最初ですよね。はい。ワナスのキックイット。えっ、ー、と、これ、どのあのキックイットが一番好きですか私は、えっ、ー、と、バルプラの時にですね、あの、今、ケプラーのヨーンちゃんが、えー、最初の ランクラ、ランク分けレベル分けでやったキックイートがすごい好きなんですけど、なんか、この曲やっぱすごいカバーされるので、大体のね、曲のイメージが結構あるから、まあそこをどのように、あの、変えていくか、まあこの力強いイメージをどんな風に変えていくかっていうところですごい注力してましたよね。で、やっぱり、あの、エースはやっぱり今回もファウンさんで、ファウンさんがやっぱすごいんですよね、なんかね。で、えー、キングスマンちょっとあんまよくわかってないですけど、キングスマン、 コンセプトで、なんか傘とかを取り入れて、あの力強い感じ、曲のあの力強い感じにプラスして、なんかこう傘とかね、小道具取り入れたりとかで、このジェントルマン的な雰囲気を入れて、で、曲も編曲もちょっとリミックス感あってめっちゃかっこよかったですね。なんかやっぱし、ファンさんのね、やっぱりね、表情がやっぱいいですよね。なんかかっこよかったなって、はい、思いました。はい。で、次が、えー、ダクルワンの It? えー、The Boys の曲ですねはい、これはもうあの先輩がねちゃんと見に来てくれてあの指導もしてくれてねあのみんなはぁっつってあの評価評価戦のね結果をね知られてしまって申し訳ないって言いながらあの頑張ろうっつってあのみんなで頑張って作り上げてましたね、はい、今回はなんかあのエースがスンファンさんだったんですけど なんか今回すごいみんなが一人一人結構目立っていてそのスフハンさんもすごい目立ってたんですけどもうなんかみんなが一人一人超目立っていてでやっぱしなんかあれですねあの噛んだりあのするのが好きですねみんなね噛んだりしてあの噛んであの闇に飲まれてあの高いところからジャンプしてねあの後ろに倒れてっていうのが大体みんなやっちゃいますね。でやっぱしあの ダクルワンは砂時計がね、得意なんで、砂時計がまた出てきてて、今回の砂時計は赤い色でした。赤い砂時計でした。ちょっとこれがどういう意味なのか、ちょっとわからないんですけど、うん。とあとあれですね、ゴヌが、あれゴヌですよね。あの、高音熱はゴヌですよね。間違えてないかな大丈夫かなめちゃくちゃ歌うまいですね。びっくりしちゃった。なんか、結局そのゴヌが記憶に残ってしまって、 あの全体的にめっっちゃ良かったそしてゴヌゴヌって思いながら見てたので結局なんかゴヌのことをずっと思ってますねはいそんな感じでウォッチッともすごい良かったですねはいかっこよかったですはいそして T.Y.T.、えー、T の「シュガーラッシュライド」まあ、これも名曲ですもんね私そんなにめちゃくちゃあの k p o p あの歴がね浅いのでオーディション番組ばっかし見てるので k p o p 歴は浅いんですけどあのどのね何て言うんだろうどこで,でも聞くというか大概あの k p o p 聴いてると絶対耳に入ってくる名曲ですよね「シュガーラッシュライド」も。はいまあ、これをクレビティがねその7位を7位から復活するぞと意気込み入れてそしてヒョンジュンがねまたエースとしてもう一回やるぞっつってやって。 今回は本当ねね大優勝でした、ね、なんかこう全体的なそのあのあ闇落ち感もうあのなんだろう「シュガーラッシュライド」のあの曲の雰囲気とそのヒョンジョンさんの雰囲気もめっちゃ合ってたしなんかただ悪魔になるみたいな闇落ちするみたいな感じじゃなくてあの綺麗に落ちていく感じとかあと演出も良かったですよねあのなんか手をねあのテーブルの上の手をこう握ってガーってやるやつあれなんだっけなんかのコンセプトって言ってましたよねちょっと忘れちゃったけど。 で、あの月をね、バックにね、あの二人でこう、絡んで踊って、その一人にしない感じが良かったですよね。その前回のね、エセ戦ではなんかこう、やっぱ一人で頑張ってた感じがあったから、まあエースだからまあそうなんですけど、なんかそのみんなでカバーし合って全員でやるって感じがすごい良かったなと思いました。演出も良かったし、あの編曲もめっちゃかっこよかったですね。あれなんか、あれだけで。 出してしててほい曲と思って、うん、で構成も良かったです、ね、そのダン,ダンサブルなところも入ってるしでもあの曲の、ね、妖艶なところとか、うん、いろんなところがミックスされててめちゃくちゃゃくいい感じでした、ねはい、でまあ全体ねこれみんな終わってで結果的にはベネフィットクリビティが獲得して1,000点よかった嬉しいですよね1,000点ね貴重な1,000点ですよ だって前回はね7位でねみんなの前で披露さえてきなかったんで素晴らしい良かったと思ってはい喜んでましたねヒョンジュンさんもねうんめちゃくちゃ良かったですはいそしてですねはい全体のランキングが出ましたね点数とランキングが出ましたね、まあ、合計2万点っていうことなんですけどうんこんな感じで、えー エースランクは、えー、ワナスが、ファウンさんが1位を獲得して、えー、チームランクでは、えー、クレビティが1位を、とうとう獲得して、大復活劇を遂げましたね。はい。めっちゃ良かったですね。ただ、エイスターンがね、私、エイスターン結構押し、してるんですけど、めっちゃ7位7位なんですけど、と思いながら、一気に落ちてしまいましたね。ちょっとこれ順番がわかりづらいので、はい。こちらです。はい。 こんな感じで、あのー、上ナスのすごいのは、ファンさん、あの、ベネ獲得してないのに、あの、1位になっちゃってるっていうところね。これがすごいですね。本当にすごいですね。で、チームランクでも、まあ、ベネは取れてないものの4位には入っていってっていう感じで、やっぱしそのベネ1000点がどれだけ大きかったんだっていうのを結構わかりますね。私結構ベネ1000点を軽んじて見てたんですけど、これはちょっと謝りたいなと思います。はい。 チームじゃなくて、えとか、エースは、エースはあの、ですね、ユナイトがね、あの、ウンさんが、ウンさん劇場が、こうして、チームランクでも2位になり、よかった、2位に位、ユナイト2位2位で、よかったです。よかった、よかった。で、3位が、えー、S エースランク、えー、クレビティと、で、えー、チームランクはザニューシックス、これも、上位に入ってきましたね。よかった、よかったですね。うん。 で、エースランク4位がザニューシックスで、4位がワナスという感じで、ここ1位4位で、えー、ワナスが入ってきた。ベネの、ベネ獲得チームの中にワナスが入ってきたっていう感じですね。であと、5、6、7がもう、テンペスト、えー、ダクルワン、エチターンっていう感じで、はい。こんな感じに、の結果になっております。はい。で、ここで、えー、第2ラウンドの、あ、違う、第3ラウンドか。違う、第2ラウンドですね。第2ラウンドの9シート圏をかけて、えー、これで、 エース同士がね、今度は戦うということになったので、はい。えっ、ー、と、チームランクの、えー、1位のクレビティのヒョンジュンさんと、え、エースランクの1位のファウンさんが戦うことになったんですけど、これは結構やっぱり即興なのかなまあ、そうですよね。結果が分かってその場でって感じだったんで、あの、二人とも、裸足で、ちょっと格好も似てて、で、あのー、クレビティの方は、ヒョンジュンさんは、まあ、 ダンス、現代舞踊で、なんかこれも評価戦のね、最初の戦いをちょっと思い出して、あーなんか切ないと思って、なんかちょっとトラウマ的な、こう、いろいろ思い出して、あーって思ったんですけど、はい、素敵なダンス、現代舞踊っぽい感じの妖艶なダンスを、多分得意ですよね、多分得意なんだろうなと思ったんですけど、それを踊られてっていう感じでしたね。はい、で、えー、ファンさんは、あの、なんか、ちょっとした小道具が来て、 で、なんか、こう、なんか、池というかな、んかここね、井戸みたいなやつが持ってきて、で、それで、モダンダンスなんですけど、モダンダンスもしてて、で、なんか、あれですよね、火薬火薬が、バーンって爆発して、そして、あの、真っ黒になって、そして、あの、王冠、茨の王冠みたいなものをつけて、最後、佇むっていう、あの、なんか、終わった後の、 シーンっていうあの静寂がね、すごくなかったですかいやなんか、その、ファウンさんってちょっと、その、エースもエースなんですけど、その、例えばその、ユナイトのウンさん、さんと同じような表意型でもあるし、さらにその、なんて言うんだろう、それをこのなんかね、この大衆的なものに落としてくるっていうことと、あとその、 スピード感というか、なんかその、落とし方がすごい速いというか、この人めちゃくちゃ才能あるんだなと思って、まあその、すいませんね、あの、ワナスの、あの、ファンダムの方たちには失礼なんですけど、存じ上げてなかったので、ファンさんめちゃくちゃすごいなと思って、やっぱエースたるゆえんだなぁと思って、すごーと思って、ちょっとなんかびっくりしましたね。もうヒョンジュンさんもめちゃくちゃ、わーってなってたじゃないですか。もうなんかあの、ヒョンジュンさんのもう、あ、もう、 もう、すごい、すごい、みたいな、あの、なんかこの、受け入れ方も素直で素敵だなと思ったし、はい。ファンさんやっぱすごかったですね。あのエースめちゃくちゃすごいわ、と思って。いやー、かっこいいなと思いました。はい。で、えー、みんなで、あれですね、評価して、6対24で、えー、圧倒的な勝利で、ファンさんが勝利を取られたということで、はい。 なので、第2ラウンドの休止と権を得たという感じになりますね。はい。で、第2ラウンドがアイデンティティ対決ということで、自分たちの歌、曲をね、まあ、歌で、あの、どんな感じでこう表現できるのかっていうことをやるみたいなんですけど、今度はエースが2人なんですね。で、ルール的にはチーム1万点、エース1万点で、今までと一緒だけれども、 今回、ここで脱落チームが出るということで、はい、累積7位のエースチーム、エースランクとチームランク、累積7位のチームは脱落してしまうということで、うん、で、まあ、点数は同一だったらその場で脱落してしまうし、まあ、エースバトルで脱落の結果も決まってしまうということで、結構、あの、残酷な感じの戦いに、 なってきましたね。はい。なかなか厳しい戦いになってきました。はい。で、今回がそのエース二人ということなんですけど、まあ各チームね、それぞれもう脱落がかかってきてるので、特にね、そのエイトターンとか、その回位ランクのチームは本当にめっちゃ頑張らないといけないわけじゃないですか。なので、皆さんその公開エース二人のうちの一人を、えー、皆さん出してます。はい。第2ラウンドの公開エースこちらです。はい。さすがにあの、ワナスは ファウンさん出してきましたね、一人目はね。で、ユナイトも、まあ、ウンさんが出てきて、まあ、憑依型、ウンさんが出てきて、ウンさん劇場がね、また、もう一人のエースと共に開幕されるんじゃないですかね。はい。で、えー、クレビティは、えー、今回はテヨンさんが一人出てきていると。はい。で、ダニューシクスは、まあ、もうエースもエース、ョクですね。はい。で、テンペストが、えー、ヒョクさんが出てくるということで。はい。で、ザクルワンが、オジュンソクさん。 はい。そして、8ターンが、ミョンホ。ミョンホ。ミョンホ出てくるとね、やっぱ流れが変わりそうな気もしますよね。ちょっとね、エースとして。圧倒的エース感がちょっとあるなと思うので、ここで、8ターンなんとか頑張って、あのね、この順位をね、次回ね、頑張って、なんとか復活してきてほしいなと思います。はい。そんな感じで、えー、次回のね、アイデンティティ対決も楽しみに、えー、待ちたいな、みたいなと思います。 はい。そんな感じで、また次回お話ししたいと思います。かなねでした。ありがとうございました。